じゃあ3から14なしということは1と2しか今日はできない。あらま、1と2だけです。寂しい。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はホンダ NSX28 号を組み立てます。こちらは探索団のアラワングマさんが送ってくれました。ありがとうございます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。なんかお知らせが入ってますね。NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それでは組み立ての前にお読みください。P7 ステップ3から14組み立て保留のお願い。3から14って結構じゃない？今後提供の下記4種類のチューブについて誤った太さのチューブの混入が確認されました。現時点ではその発生率が不明のため、また小さなパーツにつきお手元のパーツが正しいものかどうか読者の私に判別いただくのが困難なので、後で正しい太さのチューブを再提供するよう。チューブの太さが異なるとチューブ接続すると折れ曲がったり不具合するから保留してね。ほう、ステップ3から14って多いね。はい、それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。すごい盛りだくさんで入っちゃうな。よいしょ。わあ、いっぱい入ってる。なんか他の袋もなんか切りそうで怖い。お気をつけを。はい、ということで全部またチャックに入っております。わあ、なんか細かいのも入ってます。これがチューブですね。チューブはじゃあ全部使わないでねってことかな。そうだよね、このチューブ全部1,2,3,4種類あるけど使わないでねって感じですね。はい、でよいしょ。わー、何やらこのエンジンと同じ色の、この色と同じ色のものなのでエンジン周りかな今日は。開けていいかな、そもそも。まあもし保管だったらまたこの袋のチャック付きの袋だけんさ、それいいよね、チャック付きだけまた戻せていいね。うわー、パーツいっぱい。最近パーツ盛りだくさんの NSX です。ちょっと並べましょう。はい、では28号は、はい、エンジンマニホールドを組み立てる。あー、マニホールド聞いたことある。後ろのエンジンの上にマニホールドのパーツを組み合わせる。エンジンの上にじゃあこれをつけるっていうことですね。これがマニホールドトップ、これがマニホールドで、これがオイルボックストップ、これがエンジン
マニホールドフロントで、バルブのパーツが2つ、イグニッションプラグスタンド、これ、うん、これ、あ、違う、これだ、イグニッションプラグスタンド1、2、これが3で、これがエンジンのオイルキャップで、これはエンジンオイルレベルゲージで、チューブが4種類あって、ネジがありますので、パーツは全部揃っています。はい、で3から14の組み立てが保留ということは、1やって2やって3でチューブ挿し条件、3はなし、そのチューブ挿したやつをここに取り付け条件の別に4はできるんじゃないか。やめた方がいい、後で最初からってなった時にこんなパーツないけどみたいな話になるか、私の場合。じゃあ3から14なしということは、あ、14が最後なので1と2しか今日はできないっていうことだ。あらま、じゃあ28号ババーンってありますが、1と2だけです。寂しい。じゃあちょっと作りましょう。まずこのエンジンマニホールドトップ、 Y 字型になってますけど、これとこれをビスで留めます。すごい形してるな、この2つとも、ごっつごつ。ビスは1個ですね。めちゃくちゃ細かいディテールになっております。すごいよね、ピカピカだしね、塗装もしっかりしてあって、このちっちゃいね、ボルトっぽい、このこれが表現してあるんですよね。これ細かくここに1,2,3,4あって、ここにも1,2,3,4箇所あって、ここにも1,2,3,4箇所ボルトがあって、これは差し込むとこで、これはでもディテールっぽいな、これは。ん？なんかここふさふさ毛が生えてる。ここに見える？という、ちょっと今日パーツの紹介になりそう。これもね、ボルトがちょっと大きさの違うボルトが表現してあって、これははめるとこだな。すごい。でマニホールドって何するとこだったかな。よくこの模型を作り始めてからすごいよく聞く名前、車でマニホールド、んーと、こっち向きで持ってこう合わせます。うわ、カメレオンみたい。カメレオンが攻めてきた。カメレオン的なの。じゃあここネジで止めます。カメレオンのお腹にネジを埋め込みます。そしたらこれ2つ同じのがあるんだけど、こ
この2つは特に右とか左とかなくて同じものです。これをここに、ここ2つにひっつけます。向きはこうでいいね。向きはこう、パチン。大きさぴったり、隙間なく入りました。これで終わりかも。どう？これつけちゃダメかな。ここだ。ここにカメレオンの正面の足の指のとこに、ここに2つ穴があるけん、そこの2つの穴にこれを入れます。これはやってもいいでしょう。これチューブ刺してから入れるのってちょっと大変じゃない？逆に刺しといた方がいいんじゃない？よし、綺麗にはまりました。隙間なし。これ先刺して正解と思うな。ただこのパーツどこに行ったっけってなる可能性はある。そうしたら6番できんかな。今までに組み立てたエンジンのブロックを用意してここに組み合わせる、できそう。この向きで、なんかここに2つ穴があって、ここにも2つ穴があるけど、そんなとこに入れれる？でもそこしかないな。なんかね、両方同時にこの溝の中に入れんと入らん。これが邪魔で、この溝が、この縦のこの溝が邪魔で入らない。両方同時にその溝に入れないといけない。入らん。待ってよ、片っぽ入れといて、こっち側入れといて、ちょっと、あ、入った。入りました。カメレオン合体。7番もできそう。そしたらイグニッションスタンドに、この2つの棒をここにはめます。こうはめて、でこれを、8番もできそう。こう向きでここの穴とここに刺します。の2つの穴に刺す。これは結構むずい。あ、入った。入った。いや、入ってない。あ、入った。いいよ。あ、でも入ってない。と、あ、入ってないな。あ、入った。入りました。取るとか言われたら嫌だな。よし。で、そうしたら9番からは
最初につけたやつをビヨーンってやって、なんかこの辺にこうピッピッピッってなんかチューブ差し込むので90はできないね。で11もめっちゃ入り組んでるんだけど、チューブがビヨーンビヨーンビヨーンってこうぐるぐるってして、で反対側にもピッピッピッとつけたら、ここら辺にこれをつけるんか。このチューブつけてからこれをつけるけんできません。うん、じゃあこれ取っちゃいて、あれこれはもう一個は、このもう一個は5番で、この5番でここにつけるって書いてありました。なのでここにつけます。ピッ、 OK。 ちょっとだけグラグラしてるな。入ってないんかな。入ってそうだけど入ってないのかな。いや入ってるな。このグラグラいいか分かる方いたら教えてください。はい、じゃあ今回はいろいろ、一応いろいろできた。これは、あ、はい、このエンジンオイルボックストップ、それからエンジンオイルキャップ、それからこちらはレベルゲージ、これは保管で28号ではそもそも使わないものでした。はい、意外とできたね。1と2で終わる予定だったけど意外とできました。進んでしまった。はい、じゃあこれあとネジ1つ、このネジもこれを止めるものみたいなので2個余りでこれで保管したいと思います。できた。はい、28号最後まで見ていただきましてありがとうございました。作業はね全然できないと思いきや結構できました。こうやってねカメレオンがエンジンに乗っております。じゃん。はい、では次回の29号はエンジンオイルボックスなどを組み立てるということで、またこれにつけていくのかな。すごい NSX のエンジンはね、なんかすごい細かいしでかいしディテールがものすごいですね。細かい、かっこいいです。ちょっと全体的には鹿っぽいんですけど、これ角生えてるから、はい、動物気味です。それでは NSX 組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてタンサックではしょっちゅう模型作りの生配信をしています。視聴者さんをタンサック団と呼んでいます。タンサック団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をしてタンサック団に入団しませんか。タンサック団はあなたの入団を待っちょよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。またねー。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。
そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。